それでは関西学院行ってみたいと思います。まずは受験された皆様、お疲れ様でございます。早速講評いきますね。それでは第一問目は長文読解で、この1番から6番の中ではやっぱりちょっと一番難しいんじゃないかなって感じがいたします。ですからもし私が受験生であれば、まあ資格の1番は一番最後に解くかなという感じですね。で、2から6をさばいてから残り時間を思う存分使うと。ただまあそうは言っても20分ぐらい、もしくはまあ30分ぐらいですかね、ぐらいでできるはずでございます。で、理想的には正解数15問中13問、ただ最低限、まあこれぐらい取ってれば合格圏内かなという問題数が11問でございます。で、皆さんなんか特徴的な問題あるかなと思って見てみたんですが、皆さん問いの A のあ、皆さん settle for、まあ、そもそも皆さんが知ってそうな単語の意味ですね、これが選択肢の中にないんですね。まあちょしゃあないなと思って下線部の前後、まあもちろん意味を取るんですが、おそらく下線部右側のミアーですかね、おそらくこのあたりで判断するという感じになったかと思います。まあ、ひょっとしたらセトルそのものの意味で A のビルドアップ、まあ、これを選んでしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ちょっとこれさすがにちょっと難しいんですね。ですからまあこれはまあ落としてもしゃあないなと、まあ、もちろん正解は B でいいんですけども、ですから本当にこう第1問目の一番初っ端な問題がちょっとってなるまあ可能性もあるんですが、それはあの向こう側のですね、我々は焦らせる作戦でございますので、まあ、あまり気にしないと、まあ、できるところからやっていくというスタンスでもいいかと思います。そしてもう一つ特徴的な問題があるとすれば、ね、これ最終段落なんですが、問いの B の空所7番ですね。まあ、選択肢の A の構図が正解でよろしいかと思いますが、この構図の名詞の意味ですね。原因、主義、大義名分。まあ、このあたりが分かっているかどうか、関西学院はまあ聞きたかったんじゃないかなという感じがいたします。で、他の問題ですが、それも単語の意味、そして熟語の意味、そして、対比ですかね。その関係性が分かっているかどうか問うと。まあ、そういう両問でございました。そして第2問目ですね。まあ、これは昨年に比べると、まあ、ちょっとこの第2問目、ちょっと優しくなったんじゃないかって感じがいたします。で、おそらく15分以内で解けるはず。で、理想は11問中10問。ただ、11問中9問取れてれば合格圏内かと思われます。で、皆さん何か特徴的なものがあったかということですが、まあ、特にないんですね。まあ、本当にこう、熟語の問題、指示語の問題ですね。そしてあとも、もうほとんど単語の問題という感じでございます。ですから、単語、熟語、まあ、指示語ですね。まあ、そういう文法問題をさっさと片付けて、で、内容一致問題に時間を使うと。まあ、落ち着いて解くということですね。そこにまあ専念するという感じでよろしいかと思います。で、続いて第3問目。標準レベルですね。で、15分。で、理想は10問中9問欲しいです。で、合格圏内は10問中8問。で、皆さんなんか特徴的な問題があったかということですが、まずこれは空所3番ですね。これ皆さん空所3番の右側に倍という前置詞がくっついているので、まあ、選択肢眺めて、倍とつながるもの。まあ、A の N が確定であれば、まあ、4かな。B であれば to、C であれば from、D であれば with、答えないやんけとなってしまいがちです。まあ、ですので、まあ、しゃあないなと思って空所の前後の意味内容を取って、まあ、B のエクスポーズかなと。まあ、そんな感じになったかと思います。ただちょっと難しいのはこれぐらいで、あとはですね、さばける範囲かと思います。で、もちろん単語の意味、まあ、あるいはまあ熟語ですよね。ですが、これも空所中問題さっさと終わらせて、内容一致問題に時間を使うというスタイルでよろしいかと思います。そして4問目は文法問題。で、標準レベルでございました。で、10問あるので、まあ、1問30秒ぐらいでですね、さばいて、まあ、トータル5分。で、理想は10問中10問。ただ、8問ぐらい取れてれば合格圏内かと思います。で、皆さんなんか特徴的なものがあったかというと、まあ、やっぱ問いの1番ですね。まあ、空所の左側 want がございますので、まあ、思わず to 不定詞。まあ、つまり選択肢の D を選びそうになってしまいがちなんですが、皆さん、examine 他動詞ですからね。ですから、後ろに目的語が必要なんですが、後ろに目的語ないなと。ですから、あと何が考えられますかっていうと、皆さん、他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態、もしくは過去分詞にするというところから選択肢の B が正解ではなかろうかということですね。そして皆さん、問いの4番、まあ、正解は as でいいんですが、空欄の右側 SV、まあ、特に動詞のところが B 動詞。これ、熟語ですよね。そして問いの7番ですね。これ、空所の左は within 前置詞ございますので、後ろ名詞が必要。で、名詞はどれかなと思って見てみると、空所の右側ですね。walk。お、これが名詞か。だと皆さん、アポストロフィー S の1ですね。まあ、どうやって表記するのかというところが問われておりました。まあ、ご存知の方はそこそこいらっしゃるかと思いますが、まあ、やや難かなという感じですね。そしてもう一つ特徴的なのは問いの9番。皆さん、空所の左が洗うですよね。ですから、これも思わず選択肢の D、to 不定詞に、まあ、飛びついてしまいがちですが、皆さん、洗うときたら後ろ目的語 to 不定詞ですからね。to 不定詞を置きたければ間に目的語が必要ですが、今回は目的語がないので to 不定詞×じゃあどうするんだってなってしまいがちですが、洗うは他動詞ですから空所のところ目的語、
つまり名詞ですよね。ですから名詞として働いてくれる選択肢の C、パーキング、これが正解という感じでよろしいかと思います。で、第5問目は正常問題で、これも標準レベルでございますので1問1分で、5問ございますので5分で、理想は5問中5問で、合格圏内ですが、まあ、1問ぐらいまあミスってもまあしゃあないかなというレベルですね。で、皆さん特徴的なところでございますが、まずは問いの1番ですね。これ皆さん昼間の来場、まあ、これはどういうのか、まあ、どの順番で書くのかということですが、皆さんデイタイムビジットにするのか、ビジットデイタイムにするのか、まあ、ちょっと悩むってなりそうですが、皆さん正解は皆さん最初から2番目と7番目くる5マークということでございますので、これ実質あまりどっちにしてもですね関係ないんですね。ですから答えに支障なしということでよろしいかと思います。そしてあとは皆さん問いの3番でございます。まあ、皆さん多分ご存知かと思いますが、選択肢の D のリガーディング、うにゃうにゃに関して、うにゃうにゃついてですよね。これは皆さん前置詞かどうか判断できた方は大丈夫だったかと思います。そして皆さん問いの4番ですね。日本語の文末に、まあ、注意してくださいと書いております。で、なんか be careful が来るのかなと思ったら、何やっけ。で、まあ、結局 not that、まあ、これが来るんですが、それが分からなくてもですね、まあ、日本語で言うと前半部分ですかね。これを最初に書いてしまえば、まあ、完成させてしまえば、あとは残った選択肢 not that が残るという感じでよろしかったかと思います。で、皆さん一番最後問いの5番でございます。で、これの日本語の私たちはこのようにしてですね、でこのようにしてが、まあ、最初パッとできる方はいいんですが、これも、それ以外のところを並べといて、で、最後に余ったところで、This is the way って感じで、まずは繋げていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん最後第6問目ですが、会話。これは昨年に比べると、ちょっと優しくなったかなって感じがいたします。で、1問1分ペースで解いて10分。で、理想は10問中9問。ただ、ちょっとミスってもしゃあないかなと思う問題がございますので、合格圏内は10問中7問。で、何か特徴的なところがあったかということですが、皆さん空所4番でございます。皆さんこれ空所の左が B 動詞ございますので、まあ、どの選択肢を選んでいただいても受動体。ですから皆さん受動体はまずできないものですかね。C と D。まあ、これ自動詞でございますので、受動体できませんと。ですからあとはまあ A か B かに絞って意味内容で、まあ、A が正解という感じの思考プロセスになるかと思います。例えばさ、これ空欄ならばですかね。まあ、意味内容上で解けるっちゃ解けるんですが、まあ、ちょっと上の方を見て、まあ、選択肢の D のザ・プログラムかなというところでしょうかね。そして皆さん、試験当日ですね、思った方いらっしゃるかと思いますが、もうほぼほぼ皆さん間違えたんじゃないかと思うのが、やっぱ問いの10番でございます。まあ、選択肢の並びと空所の右は陰ですよね。まあ、前置詞陰と繋がりそうなもの。まあ、選択肢の B は多動詞でございますので、一瞬で消すと。で、選択肢 A がまあ残るのかな。で、選択肢の C、believe、確かに in が置けますが、意味の言うのは通じないと。で、選択肢 D、belong は、まあ、to だろうと。と思って D を消しちゃうと、皆さん実は正解は belong だったと。なんじゃこれやった感じですね。まあ、確かに意味内容上、belong in、点々点。まあ、意味的に、まあ、belong 正解になるんですが、なかなかこれは選びきれないんじゃないかなという感じがいたしますので、まあ、これはもうミスってもしゃあないという感じでよろしいかと思います。ですから、試験時間全部で90分あるんですが、まあ、こういう感じで、このペースで行くとですね、70分で終わると。まあ、もうちょっとかけても80分ぐらいで終わるんじゃないかって感じがしますので、妥当ですよね。で、理想的に皆さん正解数ですが、皆さん61問中、まあ、この感じでいくと56問。で、パーセンテージにすると 92%。まあ、取ろうと思ったら取れるんじゃないかって感じがします。で、皆さん合格圏内足すと61問中47問。で、パーセンテージに直すと 77% ですね。まあ、これぐらいなんとか皆さん取ってほしいなって感じがいたします。まあ、ざっくり8割ということですね。例えばさ、この四角の1番、2番、3番、まあ、長文読解でございます。このヤダッチョスタディの動画ですかね。これ皆さん長文動画配信しております。ですので、まあ、カンカン同率だけじゃなくて、まあ、G マージですかね。まあ、そのあたりで練習できるかと思いますので、まあ、この後まだ試験がある方は、ぜひ活用なさっていただけるとよろしいかと思います。そしてこれ第6問目の会話の長文でございます。これもですね、長文動画。まあ、このあたりと一緒に再生リストを作っております。ですので、たまにこう、会話先生やってくださいっていうふうなリクエストをいただくんですが、長文動画の中に入れておりますので、これも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん第4問目文法問題ですね。まあ、これもカンカン同率、もしくは G マーチですかね。まあ、さらには次第英語。各種取り揃えております。それは練習使っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、第5問目、正常問題ですね。これも再生リスト、並び替え対策ございます。ですから、どんな問題に対しても、この矢立ちとスタディ、動画全部揃っておりますので、できれば活用していただきたいと思います。で、皆さん、公表間もなく終了するんですが、何かこう、ご質問等々ありましたら、コメント欄、投げていただけるとよろしいかと思います。ということで、切符を待ってまーす。